皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのこれから春の季節にぴったりなカラフルな水彩フラワーアートのご紹介をしていきたいと思います。今回も簡単で安くて可愛く作っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。それではまず実際地爪に塗る場合はベースから塗っていきます。ではチップなのでベースを塗った状態と仮定して、次にこちらセリアジェルのホワイトのカラーを塗っていきます。はい、ではちょっと歪んだフレンチな感じに塗っていきます。形は適当です。こちらライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にこちらセリアジェルのノンワイプマットコートを塗ります。はい、こちらは白い部分だけ塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらセリアジェルのマットコートは拭き取りが不要なのでこのまま使用していきます。では水彩アートに必要な材料はこちらお水と、あと余分な水分を吸い取るキッチンペーパーと、あと絵の具です。絵の具は水を多めに溶いていきます。あとこちら筆です。私は今回イオンさんで買った筆を使ってみます。水彩用の筆です。はい、では水で筆を洗って、はい、ではまず黄色のカラーをのせていきます。色の置き方は自由です。この中に含んだ水分は少し取ってキッチンペーパーで拭き取ります。はい、では次にピンクのカラーをのせます。はい、では筆を洗ってピンクのカラーをのせます。少し色が重なるとまた違う色が出てくるのでとっても可愛いです。はい、では次に紫のカラーをのせていきます。はい、では一度奥行き感を出すためにこちらマットコートを塗ります。
ではこちらは全体に塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではこちらの上に白のカラーでお花を描いていきたいと思います。では中に入っている水分を取ります。はい、では2枚目描いていきます。少し離れたところから描きます。次に3枚目描きます。はい、4枚目描いていきます。はい、では奥行き感を出すためにマットコートを塗っていきます。ではライトに入れます。はい、では次に花びらと花びらの間に描いていきます。はい、中に含まれている水分をキッチンペーパーに取ります。少しお色が濃かったら筆をお水で洗って中の色を取り除きます。はい、こんな感じです。では次にパーツを乗せていきます。では少しノンワイプトップコートを真ん中に垂らします。はい、ではパーツを乗せていきます。
こんな感じにパールとシルバーのブリオンを乗せます。ではこちらをライトに入れます。はい、ではこちらのセリアジェルのノンワイプトップコートを塗っていきます。はい、こちらをライトに入れます。はい、こちらで完成になります。絵の具を使ったデザインなので、とっても簡単にお花を描くことができます。ベースの絵の具の色を変えるだけで、いろいろな雰囲気の自分好みのお花を作ることができます。これからの季節にぴったりなデザインです。本日の動画、少しでも参考になると嬉しいです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。